さて、続いてはレッドブルエアレースとしてのインフォメーションですが、テレビ CM について、究極の三次元モータースポーツレッドブルエアレース千葉2016のテレビ CM が、3月1日火曜日から放映されます。今回この CM のテーマソングにはレッドブルがロックシーンに翼を授けるをテーマに行っている音楽プロジェクトレッドブルライブオンザロードのオフィシャルサポートバンドでありますシムとクロスフェイスという日本のラウドロックシーンを牽引するバンド2組が究極コラボ楽曲ゲットイットアウトを完成させました。それではその CM を一足お先にご覧いただきましょう。究極のモータースポーツシリーズ日本最上陸14名のパイロット世界8レースそしてたった一人のチャンピオンレッドブルエアレースワールドチャンピオンシップ千葉6月4日5日開催チケット発売中。はい、いかがでしょうか。この楽曲何が究極のコラボかと言いますとお互いのバンドメンバー、総勢9人で、同楽曲を同時演奏する、ということなんですね。よく、ありますボーカリストをゲスト参加させるということではなく、2つの人気バンドがレッドブルエアレースとコラボのため一つのバンドになったということですね。まだここでは言えませんが3月29日にはバンドメンバーと村上選手に関係のある驚きの展開が発表されるということなんですが。